ジャック・ドラグナ、ジャック・ドラグナは、アメリカのイタリア系マフィアのメンバーで、1930年代前半から1950年代半ばまで、ロサンゼルス一帯のマフィアファミリーのボスを務めた。本名をいにゃつようドラグナ。多くの通りな、偽名があった。シチリア島、コルレオーネ出身。1898年、家族と共に渡米し、ニューヨークに住んだ。10年後シチリアに戻った。 1911年から1913年まで、コルレオーネのイタリア軍キャンプで働いていた。1914年再び家族と共に渡米すると、ニューヨークのイーストハーレムの移民街に今日構え、ほどなく国籍を取得した。アンジェロ・ガリアーノの洗濯屋で、ガエタ・ノレーナなどと共に働いた。1914年11月用計業者のバーネットバフ殺害に加担し、 カリフォルニアに逃亡した。1917年5月に逮捕され、ニューヨークに連れ戻された。強制の罪で有罪宣告されたが、1919年控訴して、無罪となった。裁判記録では、シチリアのイタリア軍キャンプで働いていた時の主要な友達がマフィアのメンバーのミスター・ストリーバとされた。1920年代、シチリア系のジョゼフ・ワルギッツョーネの下で、 賭博や酒の密売をやっていた。1920年代より西部に進出していたシカゴアウトフィットと提携し、その賭博利権の拡張に協力した。シカゴから派遣されたジョン・ロッセーリと利権を分かち合った。酒の密輸で頭角を表したアルディッツ・オーネは、ライバルのマトランが一家と抗争した末、1931年、殺害された。 1931年アルディッツオネの後を継いで一家のボスになり地元のギャング勢力を一掃した。1930年代前半、ラッキー・ル・チャアーノラ東海岸マフィア中心の全米シンジケートはロサンゼルスをオープンテリトリーとみなしたが、ドラグナが一家のボスになるとシンジケートの一員として公認した。縄張りはロサンゼルスやサンディエゴなど、 南カリフォルニア一帯で収入源は違法賭博や店の用心膨大だった。洗濯業組合を仕切り、ヘロイン密輸も行った。1920年代から1930年代にかけてアンソニー・コルネロの賭博船に関わった。コルネロをフロントに使い、票に出てこなかった。目立つのが嫌いで公衆の前に出るのをはばかった。1930年代後半に、 ニューヨークから西部に派遣されたバブジー・シーゲルともワイヤーレースで提携した。1947年のシーゲルの死後、ユダヤ系ギャングのミッキー公園とロスの派遣を争った。1950年2月、公園の自宅に爆弾を仕掛け、警察に追われた。アメリカ全土に積極的に進出した同時代の東海岸マフィアと対照的に、 勢力圏はロサンゼルス及びその近郊に限られ、公園その他ライバル勢に絶えず、縄張りを脅かされた。ラスベガスへの進出の試みは後手に回り不成功に終わった。ドラグナの自宅から押収された電話帳に全米各地のマフィアメンバーの名前と住所が載っており、1950年上院のキーファーバー委員会で追及された。1950年代。 ロサンゼルス市系のウィリアム・パーカー所長のマフィア狩りのターゲットとなり何度も逮捕された。1953年不法入国を理由にイタリア追放処分となったが追放令をめぐって控訴し死亡時は依然カリフォルニアに住んでいた。1953年の妻の死後は組織運営の意欲が薄らぎ女性との相引きを繰り返した。1956年2月 ロサンゼルスのモーテルで心臓発作で死亡した。ドラグナの死後、フランク・デ・シモニがボスを継いだ。ジェームズ・エルロイの一連の小説、バグジーや LA ギャングストーリーなどの映画、モブシティなどで実名で描かれている。国籍申請に使われた住所が、ハーレム東106丁目のアパートで、当時週刊中のジュゼッペ・モレロの家族が住んでいた。コルレオーネ・マフィアを支配した。 ストリーバ一家で、ジュゼッペ・モレロの若い頃のパートナーが、同じ一家を名乗るものだった。しばしば、ロサンゼルス・マフィア・ファミリーの創始者とされる。ライバル勢力に殺されたとも、時の全米シンジケートと対立して殺されたとも、ドラグナが関与したとも言われ、定説がない。一説に、力づくで、ラスベガスの火事の利権を奪おうとして、マイヤー・ランスキーと衝突したとされる。その説では、 ドラグナを消しかけたのは、トニーやカルドとされる。ありがとうございます。